99.9 いいアクションこれはドライブ7パーどうぞありがとうございますひとまずそしたらお飲み物大丈夫あ、あのね、うん、こことここは一緒こいつはこっちがわかりますあそこ別で大丈夫、はいはい、そしたらそれかもうお前がこう3人分一緒に買ういや僕だって途中で帰るかもしれないえまあそうだよね、はい、客引きで忙しいもんいやいやいや本当に犯罪者いやいやまあいいけどどうされますかあ、じゃあこっちとこっち飲み放題でシルバーでよろしいですかいつも飲まれてるのはシルバーです、うんはい、何飲み、なんか飲みたい酒ないですか好きな酒何がありますかここあ、これ見てください今シルバー、ヨスさんと一緒であればこちらのコースなんですけど、はい、あのこちらですね、ウイスキーとかもうブラックニカとかバカルディラムとか、はい、そういったスピリッツとあのリキュール類を俺どんなことを使ったと思ってんの昨日も一昨日持ち込んできてしてます、してますこちらでよろしいですか持ち込んでもいいじゃんジントニックかしこまりました、はい、シルバーコースジントニックどんな感じですかねそれともう一つ下のコース、ブロンズコースっていうと狂月と割物こちらのコースですと2時間2160円で終わらない写真写ってたよね、やってそうで単品の方もございます単品ですこっちでも大丈夫ですちゃんとそうだよね会所見でタクシー代だったんで相当飲んで大丈夫ですか大丈夫ですじゃあなんでバンジャスミンちゃんジャスミンちゃんバンじゃないあの規制されちゃう一瞬いやだからもうチューとかしちゃうチューっていうか、うん、そういうのをするっていう予告しちゃうと規制されちゃう配信用の店やってないやん、うん、だってコンビニでさっきさファミリーマートでおしっこしておしっこの音を流しただけで放送止められたのバンにはなんなかったでしょじゃああれか会社の人間全部見てるわけだからまあ見てるんでしょうね、多分ね。じゃないとだってできないよね。そう。いや常に10時間、10時間。常にね、見ない。野田が来た。だから野田ここ来ればいいじゃん。うん、あ、来た来た。わ、すみません。おー。おー。すみません。野田。野田。席を作ろう。乗りましょうか。うん。よし。あ、野田帰ってった。帰ってった。帰ってった。あ、ほんとに。帰ってった。帰ってった。あ、どうぞ。どうぞ。いただきます。久しぶりです。よし。弟来てるんですよ。野田、久しぶり。帰ってきた。こんにちは。どうぞ。こんにちは。どうも。なんか、ちょっと。野田は何やってたの今日。あれでしょ、立場のとこ行ったんですよ。そうそうそう。うんそれそのまま歩いていった。目の前に着いた。目の前に着いた。目の前に着いた。こんな格好してた。闇営業って。言ってきちゃった。本当に来ない。女の子？女の子誰も来ないでしょ。来るって。でもいるよ、女の子。予想はあの、あんま進まないから追いつけてる。ああ、それは大丈夫だ。家から行っても追いつけるっていうか。どうよ、しょうがないって。あの、遅いから。ここまで、ここまで食べ続けに来るのはもうね。いつも見てます。いつも見てます。でも、めっくりですよね、よっさん。いや、でも、綺麗です。いや、全然おばさんですから。すっぴんでしたから。でも、綺麗。いやいや。パワー言っていいですか俺何歳28でいや全然えもっとあわかりますでもいい俺はカルピスをお酒飲みたいお酒飲んでねあじゃあ頼んでもいいよあ、あの頼みました頼んだなみごろいくつなんですかってごめんなさい同性いくつだ同じぐらいですあ、俺と嘘でしょ同じぐらい俺37なんだよ35とかそのぐらいですね俺28ぐらい見たんですよ全然そのぐらいそんないじり方してくんの本当そんなのあるやろできますいやいやまあ分からないできるたらできるまだ分からないまだ分からないどうやってみてこう印象は野田さんちらっと優しい優しい。ちょっとだけ一緒に映ってもらってください。じゃあこの後酒飲んだらねお互いどうなるか。まあ大丈夫。安心してください。ホテルにちゃんと連れてくんで。なんかこう凸したの初めてなので。え？他の配信者凸しないの？
あの、あの野田さんは何回か試したけど、あの追いつけなくてどっか行っちゃって、うん、あ野田に何回も試したことあるんですよ。2回取ってしたけど、野田は見失っちゃって、早くて足がいいやと思って、うん、そうそう、うん、俺この前、あの会いに行った、覚えてくれてます？あの、激辛の時この辺、結構、ね、いますよね。激辛の時いや、ちゃいます、配信者新宿の、まあ、新宿はやっぱね、配信の宝庫だからね、歩いてればなって、さっきみたいなトルコ人とか、あっ大花火10発ありがとう、ファンタスティックありがとう、2万円ありがとう、おめでとう。自分に構えてこれもそういうのを知ってる。ありがとう。ありがとうございます。大花火ありがとうございます。20個ありがとう本当。ボーカロイド。来ないでください。すごいな。よっさんすいません。お付き合いしますか。さっき会ったばかり、わかんない、付き合ったかもしれない。え、ナンパしてる、もうこうやって一緒に。いや、ナンパっていうか、俺放送してたら、なんか、いや放送やってたから来たんだよ、女の子は。持って、うん、え、どういうことですか、もともと知ってたんですか、よっさん。知ってたんじゃない、放送。え、でも野田の放送で2回突して、相手されなかったって、野田に。見失いました、見失って。野田のこと好きだけどね、2回行って野田は相手にしゃあれ、野田どういうこと、どっか行っちゃった、野田気づいたらなんかこの女の子はもうなんか野田のね、野田に突しに行ったらさ、ね、ごめんなさいね、どっか行って、これは思ってる、思ってるよ、お前のね、1万3年4千とかの1人だと思ってないのは、タガの話ね、皆さん2時間からなの、ないよ、思ってたらなよ、はい、2時間は俺も移動するから、4千はこちらに行くってことだ、3100人ぐらい、予算だから俺足が動くから予算の違ってだから移動しちゃうんだって、数字がね、そう、ずっと移動するから、いや、来てくれたらありがとうございます、まるでしょ、なんで行くんだよ、来てくれ、いや、俺熱いんだって、こんなね、3000人いたらね、粗末に扱うわな、私が伸びるんやろ、扱ってないよ、俺なんて最近ね、もう1000人も行かなくなったんだよ、ふわっちでやってるからでしょ、んなじゃん、俺が追加でやったらお前1000人行くと思うのかい、行くよ全然行かねえから、行くよ、心にもないこと思いやがって、この間ベロチの時俺らとふわっちあの時はふわっちだ、ふわっちで画面であのスクリーンの録画、行かないよ、追加でやってみればいい、それが嫌やったやめてくれ、俺過疎になるって、閲覧制以下になるって今1000以上行ったよ、おー大花火10個ありだす、今日いくら行ったの、今日はまあでもどれぐらい、4万何分なんだ今、ありがとうございます、大花火、あ、徳明さんありがとうございます、今日だけどどうでしょう、60分で4万60分、1時間で4万時給4万円だって、ね、だけど、閲覧はまあ、あんなになってる前提で、うちのコントロールがね、だからだから金じゃない、配信はまあ金でも金だけど、結局ツイキャスだから金、まあ特化しないじゃんツイキャスは、だからまあ配信してて生活できるぐらいのレベルの金を稼げればいいって、だけど俺はもう金よこせっつって、奈良原君が復活するらしいよ、らしいね、どんなか知らないけど、分かんないよ、もうこの一瞬の永遠クソ名言やろ、わーっと大花火、ちょい大花火10個ありがとうございます、すげーちょっと待って、まあ、たぶん40個の人ですよね、たぶん、あいや、でも正直、ほんと特別ありがとう、いつもありがとうございます、5万円の話だ、5万円、俺とヨッサンはもうニコ生やってないから正直あんまり影響ないけど、みどりさんが一番影響あるんじゃないですか、みどりさんがニコ生やってるから、まだまあ、俺と予算は別に特に影響ないけどさ、まあね、俺フワジン野田追加だもん、ね、今日のよりさんのアンコールリスナーがみんなありがとうございます、大花火ありがとうございます、七原君来ちゃうもん、特に俺だってね、まあ今月まだ20日行ってないじゃん、20日行ってるか
今日何時になってるの？19これ見たらこれね、まあ今日の分もあるんですよ。170万ってる。うわー170万ってるから、ほんとアリスナーさんはいいですよ。年収はいくらぐらいの？年収は3000万ぐらい積み重ねやから。だけど、これ1600万。手島さんお待たせいたしました。毎日配信しろ。だから3000万円をポイントにしといて、そうお金を還元するのが1690万。でもその結果3000万あっても来年それも持ってきたら大還元しちゃってる。ポイントだって課税されないの？ポイントは課税されない。それ知らなかったです。だからもし何か言われた時に、まあ、じゃ修正して信号してる。無信号がやばい。山奥の方に。あ、そうだ。無信号。明日みのりさんが裁判負けて、あの居住自体で負けたら失職するじゃん。え、そうなの？みのりさん明日裁判。なんか明らかに裁判じゃね。え、みのりさん明日裁判なんですか？沢さんは女神様にお金もらってる。居住自体がそれを忘れたらダメ。失職じゃん。嘘。そんなやばい。求人抱えてる。だから裁判に1回負けたらその後に選挙官何の裁判？いや分かんない。何の裁判？あれやって、あ、そうって書いてある。そう、部長さんが訴えたんです。20年やる。え、で逆に居住実態について疲れて逆にヤバくなる。それヤブヘビじゃん。ヤブヘビ。でもしそれでダメになったら今まで1年間もらってた銀給料を返さず。嘘。え、じゃあ明日負け、負けたら地方裁判所何金？だから逆に勝手に取ったら小さい交際みたいなんじゃない？最高裁。だ地裁で負けたらまだ上告して逃げ延びんじゃない？宿やるわけですから。だって今立ち番組どうせずっと見せない。え？助けてくれるでしょ。だって忙しいでしょ。助けてくれるでしょ。前までみどりさんの裁判の話動画上げてたじゃん。そんなことより今マツコジャックスの動画ばっかりだもん。興味ないわこれの。助けてくれる今日の。だから昨日ボーリングで接待して助けてくださいみたいな。じゃあなんつったの？立花さん今日なんかみどりさんのこと俺が聞いたら飲みすぎて、うんうんみたいな。助けって言わなかったよ。助けてはははいはいみたいな。え、本当にそれやばくない？みどりさん貴重品が大変だから。だってもう立花さんの方がもともとみどりさんを使って人を呼ぼうとしてるわけ。まあまあまあ、でも今はもう立花さんの方が集客力ある。まあそうだね、間違いない。だからもうやばい。だからネルさんはうまくやってる。あんまり知らない。ネルさんはちゃんと政治家として有能になろうとしてる。配信者として。みどりさんいいよ。俺みどりさんそれでまた金借りたらマネーのもりやるよ、第2回。でも今度は1000万で。まあいいよ、みどりさん。いや、1000万貸すよ。貸すよ。1000万、だってみどりさんがそんなね、もし負けて負けたらもうだって、俺しか耐えれる人ないじゃん。まあそうだね。加藤11でだったら1000万は見られたもん。100万回だったら加藤11貸してくれる。1000万は俺しかみどりさんも頼んないから。そう、マネーの森のハードルが上がる。上がるけど、だけど俺は1000万もし明日裁判負けて、俺はみどりさんにちゃんと1000万を、まあ、ゆいがさん500万。ゆいがさん400万。ゆいがさん400万。あとも知らない、あんま。だから井上さんの明日タッチカーでやるやつ。めちゃくちゃ面白かった。そんな発想知らない。井上さん22。明日やし話は知らない。井上さんも今なんか力屋さんの家にパソコンをあれしに行ってるんですよ。力屋さんとは青森の上の方で下北っていう町の方で修理してくれた。じゃあ力屋さんとお見合いさん呼ぼう。タッチ屋さん来ないでしょ。いやだって多分夜は来ると思うけどね。だって来てくれたじゃん。来てくれたら多分カスバは嫌がる。いやいや、そりっぽを飛ばす。そんなの言い訳許さない。俺は130万貸したんだよ。そんなの、謎が濃いよって。一緒に歪んだ楽しみ方してる。じゃあ
バズったツイートに対してストリップしてるやつらのほらに、みどりさんが来ないっちゃうめっちゃ面白いよ。だ立川ってこっからさ、渋谷より絶対近い。渋谷よりは近い。でしょ、みんなただの1万円ぐらいで来れんだから。電話してる、電話あるの。電話はないから、まあこれ放送終わったら俺が心が歪んだ。電話してみるか。俺だってさ、電話してはんの。こっちじゃ普通の100キロの電話壊れてるんだって。心も男前は閲覧される。ネットはやっかみばかりで草。だから、その、だからイケメンキャラ見たんだよ。俺散々愚痴した。お前らが初見とか来て、俺がごめんするか。何を始めそう。来ないでしょ、絶対。かっこいいですね、バカリンさん。いやー、来るでしょ。なんだかんだ言って、暇でしょ。ボスやってないんでしょ。鼻くそ食うような。来るよ。もしもし、あれ、すぐに来るよ。みよさん。もしもし、あ、やばい。ゴミの小さくて。どうやって消したらいいやろって。今さ、野田といるんですけど。今より安い値段であと40分。ちょっと飲み行きませんか、飲みに。一緒に。お兄さんも。あ、新宿です。それが新宿だから、そっちにした方が良くないですか。どうしようかな。え、俺と野田す。お時間が微妙。二人。あとは移動してもいい。まあ移動してもいいですよ。そのキラコメが俺の配信これすっごい分かってなかった。仕事じゃないんじゃん。え、力也さんいるんすか今、力也さん。え、いないじゃん。帰った。明日火曜日だもん。みどりさんどうしたの？なんか、じゃあ次の裏でしょ。うん、あ、そっか、休暇か。まあ、裁判ですよね、明日。どうやったらその、まあ、俺ねえ、待てや、裁判何時かな。朝、早いんですよ。250人を、今日で死亡に別に、俺と女と一緒なんで、寝ないで。ごめんなさい、買い物した結果。だから、初見から、かっこいいですね。何も言ってなくて、やっぱりね、わーって。弁護士雇ってるんですか、ちゃんと。弁護士。立花さんが雇って戦うみたいな。そうしたら来てくれたら負けた時の賠償金を貸す。これ本物あるし。1000万いいし、どうします。だから皆さん今から来てくれるのかな。雨でタクシー、タクシーですよ。俺出すからタクシー。バランス、バランス。え、大事だぞ、バランス。まあ、のんちゃんと相沢ちゃんね。うん、別に最初に、いや別に普通だと思って、一緒に飲んだけど、みどりさんのも別れたんでしょ。一緒にのんちゃんと相沢ちゃんが顔を映しちゃったから怒って帰ったんですよ。みどりさん来てよ。俺ら東京に来れないんだから。会いたいんだよ、みどりさんと俺は。だから今来てくれたら負けた時の1000万が落ちる。みどりさん来てよ。いや無理。新宿の歌舞伎町、歌舞伎町にいる。歌舞伎町すごいね。絶対お腹空いたら大丈夫。出前とか取れるから。お金出前とか取れる。だから場所を移動して、じゃあ場所行ってもいい。キャスバーやったり移動してもいい。いや、タクシーで来たらいいじゃん。お前もちょっと住所送った。LINE で住所。じゃあ住所お願いします。ああ、いいよ、好きなの頼む。最初のやり方シルバーでもいいよ、こっちもゴールドご飯ある。単品高橋さんに高橋さんに沸騰したかったのこれなんですよ。いや、来るよ、分かんない。あ、これ、すみません。はい、住所あ、入っちゃった。あ、ごめんなさい、すみません、ちょっとバタバタしまして。だから、高橋さんに今は、はい、勝手半額。あ、そしたら、みどりさん来るかもしれない。もう、出ちゃって、おどこに。みどりさん来るかもしれない。あ、そしたら、5時間前に来てもらうように伝えることがあるかも。あ、すみません、よろしくお願いします。はい、いや、お好きだったらエビピラフやな。ありがとうございます。ああ、でも止まったらしいからね。やってる可能性はあるよね。やったと思うよ。やったと思うよ。はい、スミノお願いします。スミノってあれだとドライなんですよ。ドライウォッカーだから何かで割っていただいた方がいいです。何も好きだったんだよ。
な、いいんだね。何で割るで何で割るで、スミノフってドライなんで、はい、純粋なウォッカになっちゃう。カルピスおかわり。かしこまりました。コーラで。コーラで。いや、そんなこと香りで言うと、コーラは絶対に我慢してた。お母さんとお父さんが産んでくないこの生命の力に頼っとった。それだけバンになる、正直。いや、だ俺一人したバンなの。一人したバンなるよ。いや、みのりさん来るのかわかんないよね。まあ一応単独で売って、でも住所送ったんだ。じゃあ来るんじゃない。楽しめて、かつ値段がリーズナブル。しかも俺次バンになってやばいじゃない。営業じゃない。生なんて、な。裁判を持たれてやできない相当対応でどうでもいいだろ。野田はもうニコ生やんないでしょ。こっちおいで、あ、こっちおいで、こっちおいで。配信されるんだった。ラミアさん、え、あれラミアさん、ラミアさん、ラミアさん録音女じゃん。そうだよ、やめろや。だって一緒にいて録音されるやつと一緒に入れねえよ。入れねえな、こっちも入れねえよ。いや、でもこっち出るから、みどりさん来るからもう。配信できるところがあちらの方と。あ、じゃあ俺は釣れるんで大丈夫ですけど。大丈夫ですか、仮想配信者は横に行きます。そんな。大丈夫ですか。こちらの宅で、はい、でここに来てもらって、あっち側で、はい、はい、っていう形になるんですか。大丈夫です。はい、わかりました。一切喋りかけないでください。すごい人見知りなんで。っていう、インターネットを通じてコメントしてもらえると喋れるんですけど、今日配信者誰喋れるのないわけない。だけ、すいません、いやいや、だけじゃない。あれ、何人いる。こちらも、ね、あの、ごめんなさい。そしたらこちらに。すいません、ありがとうございます。すいません、申し訳ないです。ラミアさん。久しぶり。めちゃめちゃ久しぶりだ。野田さん、私のこと無視するよね。え、どこで？野田、私のことの方が無視してないよ。するじゃん。野田、私のことわかる。空母。ありがとうございます。違う、俺、サブアカウント喋んないでやな。あ、そうなの。なんかフォローしてくれたよね。俺もフォローしてるみたいな。俺、自分からフォローしたのに誰かわかんないっていう。失礼します。あ、すいません。あ、そうか、鎌倉の時ね俺、鎌倉の時ね、電波が全然なくて、めっちゃ怒っちゃったんですよ。リスナーで喧嘩しちゃった。先に単品か飲み放題か何度まで。飲み放題。ビールはゴールド食べます。ビールが入ってるのってどれですか。ビールはゴールド以外はオプションでつけていただく形。このメガネのシルバーとブロンズどちらもつけられるんですけど。私、ビールはなくていい。逆に何を飲まれますか。こちらはブロンズって言って一番飲み放題の中でお安いコースなんですけど、2番目ですとシルバー。あの、こちらちょっと量が増えるんですよ。 9% こちらでシルバー。そしたら2時間3780円と、あのオプションでビールつけるのにプラス1080円。これって1人以上ビールつけられるんですか。それとも別ですなので、私だけビールだよ。水に買い取れました。え、どれくらい飲んだ。最初に何飲まれるか。いやー、どこか飲んだんだよ。なんか、緑さんの誰プロハイトが怒られるから。おタバコを吸んだりますか。え、あれ俺とも、まあ、ホテル行って東京のことあるから。え、みどりさんとなんか好きに使ってたのか。付き合ってるか、まあ、パックは。そういうことでしょ。え、ゆうじゃん。でも知らない人だよ。野田君の席です。野田君の席です。野田君の席です。
まあ、会議も、ね、これ自分たちは会議ですよ。はい、スコパン入れてもらってます。プリクラ撮りに行きます。ラミヤさんは、ラミヤさんと、あの、ね、最後の時に自転車行ったんだよね。行けるどこでやってるの？マジでやろうとしてる。あ、さっきまで配信してなかった。あ、そうなんだ。ラミヤさんもクワッチやろ。クワッチやろ。みんなクワッチ。すごいな、みんな最近もクワッチやっちゃった。喉に特約ができてる。よっさのここはね、病気になってる。パンパンじゃないの？病気。誰が病気なマイケル・ジャクソンと同じ病気だよ。マイケル・ジャクソンと同じ病気だよ。それ体型の話だろ。メモってすごい見た。やば。まだ何しようもしてる。やばいでしょ。家も白い。全部白くなってる。そうですね、マイケル・ジャクソン。全部白くなってる。何だろう、全部白くなってる。さっきやばいよね。ニンニクめっちゃ食べたから。あ、そうだね。確かに言ってた。昨日とか、キャスバー、俺と女の子しかいなかったの。一昨日。なんか平日こんないっぱいになって、確かにそうだ。平日の方がいっぱいになる。4日が毎日。マジいつ来るか分かんない。昨日と一昨日は貸し切りだったもん。なんか変な配信じゃん。まあ来た。やばい。いたけど。そうだよ。やばい。そしたら帰って。変なのいいね。あ、じゃあこの時も。変な配信者に絡まれる。でも直そうじゃん。野田さんじゃん。野田さんじゃん。いや、ここで？もう映ってるね。いや、いいよ、いいよ。